はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、実は椅子をね、買い替えようと思って、これね、机も椅子も実は前住んでたね、マンションで使ってたダイニングで使ってたね、テーブルと椅子なんですよ。でもまあ、新しいね、とこに引っ越して、来た時には、まあ、ダイニングのテーブル買い替えたもんで、捨てるのももったいないなと思ってね、僕が使ってたんですけど、椅子はね、さすがにちょっとガタが来てきて、新しいの変えようかなというふうに思って、今回ね、実はゲーム用のなんか椅子ね、なんか僕もね、調べてたらもう高いのは、僕らより10万くらいするのかな、結構な値段するんですけど、まあ正直そこまでのものはね、いらないかなと思って、でも、なんていうゲーミングチェアっていうかな、そんなのを買いました。実はね、すごい安い、ものなんですけど、その中ではね、そのゲーミングチェアの中では安いんですけど、Amazon でね、そこそこ評価が高かったんで、それをね、買ってみました。で、Amazon でね、これ、なんていうの、GT レーシングかな、いうところのメーカーさんが直販で出してるような感じの分で、3、4日くらいかかるかな、かかるとかって書いてたんですよ、発送までね。だけど、結局は翌日発送で、まあ、2日くらいで届いたかな、いう感じでした。結構早く届きましたね。あ、ちょっとライト消えちゃった。バッテリーでちょっと動かしてたんで、もうなしでいきますね。じゃあちょっと開けていこうと思います。どんな感じなのか、結構ね、だからごついんじゃないかな。映るかな？箱だけでもね、重さがそこそこあるんで、なんか、僕はなんとか一人で持てましたけど、まあ、女の人とかはちょっと一人じゃ、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなくらいの重さなんで、ぎっくり腰とか気をつけてください。僕もね、時々怪しい時があるんですよね。体重を落とさないとダメなんですよね。はい。ということで、じゃーん。分解してね、まあでも普通の、なんかホームセンターとかで売ってるような椅子よりはちゃんとしてると思うんですよ、さすがに。どんどん開けていきましょう。ね。はぁ、すごい。作業用軍手まで入ってる。軍手しないと逆に危ないっていうことかな。なんか尖ってたりするのかな。ね。一応しときましょう。なんか親切ですよね。とりあえず椅子の足の部分ね。今回は黒と赤の部分を買ってみました。真っ黒でも良かったんですけどね。なんとなくゲーミングチェア買うんだったら、こんな色の方がいいのかなってね。はい。で、ネジとかね。こういったの、よいしょ。よいしょ。組み立て方、一応組み立て方の方も日本語でちゃんと説明書がちょっと遠すぎるな。こんな感じ。ね。だから、全然問題なさそうですよね。はい。なんか、本当に、あれですね。車の座席シートみたいなね。で今回このモデルね、これなんていうモデルやったかな、書いてるかな、ちょっと書いてないな。結構ね、背もたれがね、倒れるんですよ、ぺちゃっと。で、そこで寝たりもできるし、で、あと、オットマンってなんていうの、座席の部分からこう反り出して、足を乗っけてね、足を乗っけれるっていう機能がね、ついてるやつを選びました。もうこれ座席、ちょっと匂いが結構独特の匂いしますよね。まあ新品の匂いといえば新品の匂いなんですけども、ちょっと苦手な人もいてるかも。多分ちょっとしたらね、そこら辺はもう大丈夫だと思うんですけど、これやね、これがまあ座席の下の部分で足伸ばせる。
選んだのは値段とそのこのオットマンって足乗っけるやつがついてるかどうかと、あと耐荷重、耐荷重がねこれ130キロくらい、なんかそんなくらいまでいけたんです。体重がそこそこあるんでね、まあ他の見てたら結構100キロまでとか書いてたんで、まあ、どんだけ違うのか知らないけど、ほんまに、そのくらいまでいけるのかどうかわかんないけど、一応そうやって一応耐荷重書いてたんでね、まあ大丈夫かなと思って。これは背もたれと合体させるときに使うのかな。とりあえず部品でキャスターが、体重重たい人はキャスターが丈夫じゃないですかね。で、あとこれも右と左はね、座席の上と合体する。で、なんかこれはあれかな、ガスのシリンダーやから中の椅子ついてますよね。高さ調節するやつですね、これ多分。で、高さ調節したりするやつのメインの部品かな。あと、非常機ね。非常機もちゃんとついてるんで。まあ、こんな感じで、物は来ます。そしたらね、ちょっとこっからずっと喋りながらやってても、あれだと思うんで、早送りでね、ちょっと組み立て作業の方は見ていただいたらと思います。ではでは。
はい、どうも、今ね、作業終わりました。作業時間はだいたい30分くらい、ただ僕の場合はこういう電動ドライバー使ったんでちょっと早かったかもわからないです。電動ドライバーでもあれなんですよ、六角 の、 ボルトばっかりなんで、こんなやつね、こういうやつを持ってればね、この先のアタッチメント、普通の、プラスとかマイナスとかじゃなくてね、ホームセンターで売ってますんで、もしよかったら買ってもいいと思うんですけど、六角ねのやつ、結構多いでしょ、こういうの組み立てるのね。はい、ということで、今からね、こまこました機能、やろうと思うんですけど、下映らないな、これ、これで映る？ちょっと上髪切れちゃうけど、これね、足置き、こういう状態にできるわけなんですけど、で、横のここのところにレバーがついてて、これがちょっと見切れちゃいますけど、もう完全に、フラットな状態まで、倒れるとね。で、座ってみた感じ、なんていうか寝た感じどうかって言ったら、やっぱり重心が全てね、この支柱っていうか椅子の支柱一本に行くんで、若干なんか不安なところはあります、正直ね。どうなのかな、これはもういい椅子でも悪い、安い椅子でも、高いのでもね、安いのでもあんま変わらないのかもわかんないけど、若干最初は勇気いるかな、後ろに体重かけるのはね。ただこの足置き出して足を置いてしまえば、こうね、バランスがある程度取れる状態なんで、なんていうか、これ値段がだいたい2万円くらい、だったと思うんで、そのくらいの価格でこれだけの機能があればね、十分かなと思いますけど。で、一応ね、上下もできて、ちょっと後ろの方なんですけど、これで椅子の、高さの調整もできます、ここにね。ただあんまり何センチくらいだろう、ちょっと分かんないけど、これ一番高い状態、そっから、このくらいの調整そこまでなんか大きく、もっと大きく動く椅子もありますよね、結構ね。そんなに高さは調整できないのかもわかんないです。で、あと非常機がここに、引き伸ばすやつ、こういう風に入れてます、ね。で、あとこれ倒すやつじゃないわ、これなんかね、ロックって書いてたんだよな、なんかよくわからない、なんか一個ロックとか言って書いてるやつがあったんですけど、ロックもないな、これ後ろなのがちょっと不便かな、前とかここら辺にあったら便利だと思う。はい、あとはね、本当はこの椅子の枕もここの穴にね、ベルトを通してやると、こういうつける方をすると思うんですけど、僕身長がだいたい180くらいあるんですけど、それだったらここだったらちょっと低すぎるんですよ、首に対して。だからもうこういう風にベルトを、これ伸びるんですよね、これゴムになってて、で枕みたいなやつをこう上からスポンとはめて、でここら辺の高さにしてあげると、身長って言ってもね、座高が高い、ちょうど首あたりにこうね当たるんで、このくらいかなと思いながら、自分ではちょっと上に戻しましょうかね。はい、ということで疲れた。作業自体はそんなに難しくはないので大丈夫なんですけど、一個一個の作業がやっぱり物が大きいし、なんていうかな、それなりに重たかったりとか、一人でやってるとね、結構大変かもしれないですね。最低限こういうのがあればね、ちょっと自分で一人で一生懸命やりながらこうギュン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 やればね、いいと思うんですけど、こういうのなければやっぱりちょっと誰かお手伝いしてもらえる人がいてるんであればね、ちょっとやってもらった方がいいかもかんですね。あとね、なんかネジが予備が
予備が1個残ってるのと、あとこれよくわからんだな、これ説明書にも書いてなかったんやけど、オーリングが2個ね、なんかこのネジ入れの後ろにペチャって後からセロハンテープで貼ってたんです。これがどうもね、あのこのなんていうかな、説明書にも何も書いてないんですよね。うん、それがよくわかんないな。あ、あとこのノッキングの強度を、この下にあるね、このなんか回すやつで、なんか調整できるみたい。これね、この強さ、ゆるゆるにしたらこうあれかな、結構ギューンとこう後ろまで行っちゃうのかなね。ね、うん、まあそんな感じみたい。はい、まあ僕は初めてのこのゲーミングチェアってやつなんでね、ちょっとまあ使い方、まあ、とりあえず組み立てただけなんで、まあなんか他になんか機能があるのかもわかんないけど、とりあえずちょっと使ってみようかなと思います。今ねちょっと座った感じではどうなのかな、まあそんなに高級感があるかって言われたらそんなにないと思うんで、過度な期待はしない方がいいかもしれない。まあ多分僕も今コロナだなんだ言ってるんで、全然見ないで、もう椅子もねちょっと潰れちゃったんですよ。で困ってたんで、Amazon で買っちゃいましたけど、まあ、本当だったら多分日本橋とか、まあ大阪だったら日本橋、まあ、あの電気街ね、とか淀橋とか、まあそういったところ行ってね、そしたらゲーミングチェア多分置いてると思うんで、まあなんていうかな、ちょっと一回座ってみてね、座り心地比べてみてもいいかもわかんないですね。もう今回はもう僕もちょっと急いでたのもあって、まあ、椅子なかったらちょっと机使えないし、パソコンも、うん、だから買っちゃいましたけど、まあね、とりあえず、まあ、そんなに早々やり替えるもんでもないから本当はいいの買えばいいんでしょうけど、まあ、ちょっとね、お金もなかなかしんどいもんがあるんで、まあ、ちょっと安いのにね今回はしてみて、まあ、ゲーミングチェアっていうものが僕に合ってるんであれば、またね、いずれ次買い替えの時にはちょっといいやつ買おうかなとは思ってますけどね。はい、ということで、とりあえずあのこの GT レーシングね、のゲーミングチェア、これ なんてやつだったかな、あのここら辺出しておきます、またね、ここら辺出しておきます。このね、やつ Amazon で売ってますね。また概要欄の方にもねリンク貼ってます。あとね、Amazon の あの概要欄のところでコメント欄で結構ね、ちゃんとした保証をねしてくれるみたいですよ。これ保証度、なんて書いてるのかな、これ不明な点があれば24時間以内にご連絡くださいって書いてある。これ結構ね、なんか1年弱っていうか1年は経ってなかったと思うんやけど、なんかそんなんで潰れた言うて、ね、この GT レーシングさん言ったらちゃんと対応してくれたとか、なんかそんなコメントがあったんでね、まあそういう意味でもね、安いけど、ちゃんとしたメーカーっていうかね、ちゃんと対応してくれないっていうんじゃなくて、安くてもちゃんとね、商品に対して対応してくれるみたいなんで、まあこれは僕がやったんじゃないかちょっと分かんないけど、そういうのもあって、これにしました。匂いがちょっと気になるから、それだけね。匂いは説明のしようがないけど、なんかこう合皮の匂いかな、なんかそんなの匂いだと思いますけど、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。また次回何かのネタでお会いしましょう。まあマビックエアネタまではやってないな。はい、ということで、さようなら。